マノ二回生とは、2012年の第46回衆議院議員総選挙で初当選した自由民主党所属の衆議院議員を指す属称である。その多くが2017年の第48回衆議院議員総選挙で再選を、果たし、2021年現在はマノ三回生と呼ばれている。第46回で、 自民党が大勝した際に初当選した多数の議員が2014年の第47回衆議院議員総選挙にも当選し2回生となった後第3次安倍内閣において不祥事で離党や議員辞職に追い込まれる衆議院議員が続出したことから使われるようになった語であるこの言葉を考案したのは産経新聞編集局整理部記者の森山忍 2017年4月20日付の産経新聞長官の記事に不倫、失言、金銭トラブル、自民、マノ二回生に重鎮激怒との見出しをつけた。マノ二回生は2017年の新語、流行語大賞のトップ10に選ばれた。第46回で初当選し、第47回で再選した国会議員の中でマノ二回生と呼ばれたものは以下の通り、 その他、第48回で落選した、金子恵美の公用者の指摘利用が問題視された。また、マスコミを懲らしめる発言で物議を醸した、文化芸術困和会が問題となった際、その出席者の多くが二回生であった。不祥事が相次いだ原因として、2009年の第45回衆議院議員総選挙のような、逆風化での選挙を経験していないことが指摘されている。 不祥事が続出する中、3回目の選挙となった第48回で、再選した議員は81人であり、初当選時の116人から7割ほどに減少した。3回生となった議員には、党も厳しく指導しており、内閣総理大臣で自由民主党総裁の安倍、晋三も、豊田を念頭に秘書敵に回さず大事にするようにと、指南している。 しかし、以下の二人が加わることで、魔の三回戦は引き続き世間の事務を集めた。その他、不祥事による離島や役職辞任などの例は、以下の通り。このほか、池田義隆、加藤幹治、国馬孝之助、工藤昌蔵、関家一郎、神田健次、中村博之、宮崎正久、佐々木治村の出現や、不祥事が報じられている。また、多党出身で、 自民党に入党し、帰り在た上野博士も外国人在留資格認定証明書の交付をめぐる、口聞き疑惑報道を受けて厚生労働大臣政務官を辞任した。一方で2018年10月2日、山下隆が第四次安倍改造内閣において法務大臣に就任し、この世代からは初めての入閣となった。岸田内閣では牧島可憐、堀内翔子、 小林隆野の,の3名が入閣したほか、福田達夫が自民党総務会長に就任した。第46回で初当選し、第47回、第48回でも当選した自民党議員の一覧、は、参議院経験者、は、第45回で落選、は、第22回参議院選挙で落選、は、3回連続小選挙区当選、は、3回連続比例当選、 は、ぶっこ者。は、初当選時点で、自民党以外の政党に所属。第48回選挙後辞職、死去した、自民党議員第46回、第47回と連続当選したが、第48回で不出馬、落選、あるいは選挙前に辞職、死去した、自民党議員。は、第十五回で落選。四十八回選挙後繰り上げ当選。は、 第25回参議院選挙で落選は、ぶっこ者。第47回は落選したが、第48回で返り咲いた自民党議員は、参議院経験者は初当選時点で自民党以外の政党に所属は47回選挙後繰り上げ当選。第47回、第48回で連続落選したが、第48回選挙後に繰り上げ当選した。 自民党議員、ありがとうございます。